どうもこんにちは。作業療法士のみのです。今日はシニアの方に向けて、この涼しくなってくる時期は水を飲む量、水分量が自然と減ってきてしまうので、意外とですね、便秘が多くなるんですね。なので今日はですね、便秘を解消するために必要な3つの運動というのをご紹介していきたいと思います。今日お伝えする内容としてはですね、まず1つ目は腸腰筋。この下っ腹の筋肉ですね。この腸腰筋というのはですね、まさに、ちょうどですね、腸とか、まあ、小腸、大腸のこの位置にあるんですね。なので腸腰筋が硬くなってしまって、少し小腸や大腸をせき止めてしまうように硬くなってしまうと、腸の流れが悪く詰まりやすくなってしまいますので、まずこの腸腰筋を伸ばすようなストレッチをお伝えします。そしてもう一つはですね、前導運動といって、腸というのはゆっくりこう動いてて、そして、消化物をどんどん運んで、消化吸収して、でいらない便をどんどん、肛門の方に運んでるんですけど、その前導運動を促すような体幹の運動というのをご紹介します。それでしっかりとですね、体幹を働かせて前導運動をサポートして流れを良くしていきます。そして最後もう一つはですね、体幹をさらに大きく動かして、お通じの通りを良くするような運動、この3点をですね、ご紹介していきますので、最近なんだかお腹の調子が悪い、便秘だなと感じる方はですね、ぜひご参考にしていただければと思います。そして一番はですね、やっぱり水分がちゃんと取れていることが大事になるんですけど、個人個人のですね、水分摂取量っていうのがちゃんとありまして、その簡単な計算式もですね、最後にご紹介しますので、運動だけじゃなくて、ちゃんと一日の水分量もチェックしたいという方は最後までご視聴よろしくお願いいたします。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどんご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、それではお腹の調子をスッキリさせる体操、一緒にやってみましょう。では最初にお腹の通りを良くする腸腰筋、下っ腹の筋肉のストレッチから行っていきますね。まず掴まれる場所を用意していただいて、片方の足を後ろに引きましょう。そして前の足にしっかり体重を乗せててください。ではここからですね、骨盤をですね、ぐーっと前に持ってきて、このようにですね、体をこう反らせてください。このポーズをして手を側屈していきます。必ず前に反らしてくださいね。これで側屈していく。そしてこのですね、下っ腹、ここが突っ張る感じが出てきたら OK。 しっかりとですね、お腹をぐーっと突き出して、そして真横に側屈していきます。どうでしょう、この辺りが突っ張る感じ出てきますかね。ここを伸ばしていくと腸腰筋がしっかり伸びてくるので、これをですね、20秒間ちょっと頑張って伸ばしていきましょう。ではしっかりと前の足に体重乗せて、お腹突き出して、側屈をして、用意スタート。はい、ではしっかりとですね、ここですね、下っ腹の筋肉を伸ばしていきましょう。あまりですね、突っ張る感じがわからない方は、しっかりお腹突き出して、しっかり横に側屈していくと、ぐぐぐっと伸びる感じが出てきますからね。このポーズ、ちょっと足にも負担かかって疲れちゃうかもしれませんが、20秒、ちょっと頑張ってみましょうね。はい、OK。戻しましょう。では今度反対ですね。では片方の足を後ろに引いて、そして前の足に体重を乗せましょう。はい、ではお腹突き出していきますよ。横から見ていただくとこういう感じですね。お腹突き出していただきながら側屈をしていきます。さあ、これでですね、どんどんこの横っ腹、お腹を突き出してくださいね。ではいきますよ、用意スタート。はい、ではこれでぐーっとですね、お腹を突き出して側屈していただくと、この下っ腹のところが突っ張る、伸びる感じが出てくると思います。これが腸腰筋ですね。しっかりとここを伸ばして広げて、腸の流れを良くしてあげましょうね。ぐーっとじわじわっと伸ばしていきます。はい、 OK。 では2つ目の運動ですね、しっかりと前導運動をサポートする運動を行っていきましょう。足を大きく開いて腰を落とします。そして手をこのように構えていただいたら、走るときみたいにこのようにですね、腕を動かしていきます。でこの時にこう腕だけじゃなくて、体幹ですね、体幹をこうひねるような動きをしていただくと、この体幹の働きが前導運動をサポートしてくれる動きになりますので、しっかりとひねりながら動かしていきます。そして屈伸運動も入れてあげて、こういう上下の揺らしも入れてあげると、詰まっていたものがこう動きやすく流れやすくなりますので、この屈伸に合わせて体幹をしっかり動かしていきます。こちらも20秒行っていきましょう。ではいきますよ、用意スタート。はい、では屈伸に合わせて腕を振っていきましょう。さあ、これでですね、こう腕だけにこうならないようにしっかり体を振ってくださいね。
さあ、これでしっかりと体幹の筋肉が働いて腸の動きをサポートしてくれますからね。さあ、屈伸も軽くでいいです。全然深くしなくていいので、軽く弾むようにやっていきましょうね。はい、OK。はい、じゃあですね、最後3つ目のですね、腸の流れを良くする運動、こちら座って行いますので、一度座っていただいていいですかね。はい、そしたらですね、足を大きく開きましょう。そして腸の中での大腸をちょっと刺激する運動になります。まずですね、大腸というのはですね、右に行って、そしてちょっと上に上がって、で大きく反対側横切って、下に行って肛門に伸びているので、こういう流れ、時計回りの流れがとっても大事になります。なので今からですね、まず皆さん腕と腕を合わせてちょっと肘を近づけてください。そしてですね、まず右の足にね、太ももに肘を乗っけて、そしたらぐるりと大きく右から上に、そして左から下に、そして一周ぐるりと回っていきます。そうするとこのお腹がですね、しっかりと潰れて、そして今度は開いて、でぐーっとひねってまた潰れてというふうにですね、大腸の流れに合わせてですね、しっかり体幹働いて腸を刺激してくれますので、この肘つけたまま大きく回す運動、こちらをですね、10回行っていきましょう。では肘をつけて、右もものところからスタートしていきます。ではいきますよ、せーの、ぐるっと回して、で大きく左側、そしてまた戻って、1、2、1、はい、しっかり伸びて、3、4、5、はい、左側に潰して、はい、6、しっかり潰した位置から伸びます、7、8、そう、しっかりお腹を伸ばして、9、ではラスト、10、はい、OK、戻しましょう。これでしっかりとこのようにですね、流れに合わせた腹筋の運動を行いました。はい、以上3つの運動を行ってですね、しっかりと腸の流れを整えて、便秘解消につなげていきましょう。で結構お腹動かすので温まってもね、きますからね、ポカポカしてくると思います。では最後にですね、正しい水分摂取量をお話ししていきます。計算式があります。まず自分の体重かける 30ml が1日に飲む摂取量になります。これ文献によってはですね、高齢者の方は 25ml でいいとか 35ml のがいいっていろいろあるんですけど、まあ、間を取ってですね、30ml で今日はお話ししていきたいと思います。なので、僕の場合でしたら、僕60キロなので、60×30 で、1800ml 僕は飲む必要があります。というふうにですね、皆さんもですね、自分の体重 ×30 で計算していただいて、そして1日にどれだけ飲めばいいのかというのをですね、ぜひ計算してみてください。でここでですね、間違ってはいけないのが、食事とか、ね、お味噌汁とかそういうのでも水分ってある程度取れてますので、きれいにその出た数字、僕だったら、ね、1.8 リットルも飲まないといけないかっていうと、そういうわけではなく、食事とかでもね、賄えてるので、まあ、大体ね、僕だったら 1.5 リットルとか、少しね、こう少なくても全然 OK です。だけどやっぱり半分以下になってしまうと全然水分取れてないので、やっぱりね、しっかり計算で出して、おおむねの目安、水分を取る目安を出してください。どうしてもこう暑い夏の時とかは汗かいてとか喉が渇いてという症状が出るので、お水を飲もうと意識が働くんですけど、涼しくなってくるとやっぱり飲まなくなってきちゃうんですね。そうすると自然とですね、喉の渇きの症状がなくても体の中では水分が足りてなくて、そして便秘になってしまったりとか、まあ、人によってはこうお肌がカサカサしてですね、皮膚トラブルが出てきてしまったりとか、いろんな症状も出てきてしまいます。で他にもですね、水分が少なくなってしまうと、こう筋肉の中にも水分って満たされて、筋肉の動きをスムーズに滑らかにしてくれるので、水分量減ってしまうと筋肉が硬くなりやすく、そしてつりやすくなっちゃうんですね。なので夜中最近つっちゃうっていう方はですね、まさに寒くなって、そして水分も足りてなくて、いろんなのが重なってつってしまってると思いますので、ぜひ水分をしっかりと正しい量で飲んでいただけたらと思います。
はい、このようにですね、健康に役立つ運動方法、運動情報をこれからもどんどんご紹介していきたいと思いますので、ご興味ある方はですね、こちらのチャンネル登録をしていただくと、新しい投稿が届きやすくなります。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。